あ、ウケるやつだったそういうの。いやいや、だって結構エイジが言われてる時とかあったもんね。そうなのよ。いや、エイジは基本言われてるでしょ。あれさ、どういう気持ちで家で見てるの一人で。めちゃめちゃ傷ついてるよ。あ、傷ついてたんだ、あれは。いくら役とはいえさ、もうなんか、うん、なんだろう、あの、お三方にもものすごい言われるじゃない。まあ、面白おかしくね。バットしか押されたことないんだよ、だって。振られた時にグッと押されたんだから。いや、まあ、逆だね。かわいい。そう、あの、しょうがないよ。ね、まあまあ、しょうがないんだけど。だから、それほどやっぱ演技力があったってことじゃないですか、もう、そういう人に見る。そういうことだ。うん。しましょう。ありがとう。まあ、本人もあんな感じなんでね。髪の毛伸びたり。はい。なんか言った？なんか言った？あれ、今なんか言ってなかった？凛太郎くん。俺？あ、髪の毛伸びたなと思って。あー、翔くんね。うん。それ、今伸ばしてるんですよ。伸ばし気味だからね、すごいね。あの、分けないと目に突き刺さる時期だよね。どういう時期というか。分からん。自分次第かと。うん、そう。ごめん。まあ、あと、じゃあもう一個質問としては、うん、まあ、今7話まで放送されてるんですけども、はい、7話までで印象的なシーンとかあります？お二人。あ、遠ざけ、遠ざけだけやめてもらっていいですか？あれかな、左右。あ、左右、ね、うん。左右はやられたな、うん、僕は。確かにね。あれ、なんか、あれさ、それこそさ、うん、左右です、なった時さ、この、なんていうの？あれなんだっけ、マミちゃんだっけ？うん。マミちゃんの、頬に向けてカメラのアングルが決まってて、俺背中だったじゃん。うんうん。あ、そうだね。あ、が多かったの、マミちゃんの時。あ、はいはい。俺、素で笑ってて。いや、ほんとよ。使われてないんだけどね。そうだった。だから、なんか、え、と思って。あの時面白かったな、確かに。よかった。あの、面白いの基準は人それぞれですが、あの、一言が面白すぎた。うん、ね、うん、さすがだった。持ってったよね、あれだけで場をね。持ってったわ。ずっと言ってたもんね。うん。さすがです。もうね、さすがでした。片山さん。デッサンでしたよ。ではもう最高っすもん、片山さんは。確かに。翔くんあります？俺、やっぱ、振られたところかな。あ、やっぱそうなんだ。うん、自分でそれ持ってた。ん？いや、自分でそれを持ってくるんだと思って。いや、でもだってさ、いや、言うてだって、なんだろう、ちゃちゃ入れてただけじゃん。うん。自分が。うん、なんか、すごい食らったよね、あの時にね。なんか、こう、自分に言われてる気がしてさ。ね、あ、そっか、入り込んでるからね。そうそうそう。ああ、うわーってなったよね。うん。あれ、結構辛かったから。僕はね、印象的なシーンというか、まあ、
ということで、お便りが届いてます。はい。じゃあ、どっちから行く？どっちでも。自分からって選択肢はないの。いや、一応 MC の立ち位置なので。仕事取らないと。いや、待って、すごい。あとキャラ。いい、いや、じゃあ、いいですか、僕。はい。意外とね、あの、あずさちゃん好きなんですよね。うわ、ちょっと待って、一緒かもしんない。やっぱり、あずさ。わかるかも。あずさって、1話もらえる？ 1話か。あの人、なんか、いろんなタイプが出てきたけどさ、うん、もう、ど真ん中だったじゃない？ど真ん中だった。うん。やっぱり、ね、分かりやすいのってね、もう、それだけでいいからさ。なんか絶妙な、まあ怖かったですけどね、菜箸忘れて、あ、菜箸じゃないわ、あの、何でしたっけ、うん、みたいな。そう、あー忘れてたけど、うんうん、確かにね、あの時からの雄太郎の評価がすごく高かったですね。自分で言わないで、言わないで、ドンピシャだったんだから。自分で言わないでくださいね。当たってたから。そうだ、だってさ、今となっては雄太郎が一番評価を受けてるじゃん。ね、うん、ありがとうね。こう、ずっとこうじゃん。ゆうたろーって言われてたから。いや、面白かったな。ね。ゆうたろーくんは？これね。なんか印象深いのは、カフェ。はあ、はあ、なんだっけ。夏美。そう。夏美だ。なんか。やばいよ。なんか、あれすごいやばいと思う。いや、本当にね。うん。でも、あの、全部を、ほぼ、ね、すごい短い期間で3人で撮りましたから。うん。1週間ぐらいだっけ？一週間。でも、4日じゃなかったよ。3日、4日とかじゃなかった？ 3 日、4日だったの。ね。あ、じゃあ、ハルトは、あの、女の子関係がいっぱいあったから。あ、そうだ、そうだ、そうだ。女の子関係がいっぱいあったからね。あ、やだ、女の子関係がいっぱいあった。やだ。あ、ごめんなさい、間違えた、ちょっと、じゃあ。語弊のある。語弊があったわ。なんかやだ。いや、楽しかったね、あの、家で撮ってたの、ずっと。楽しかったよ。じゃあ、ちょっともう一個、あるので、うん、はい。3人の中で一番あざといと思うのは誰ですかって書いてます。難しいな。誰だろうね。せーのでいく？え、ちょっと待って待って、決めさせて。俺は決まったよ。うん、これ止まってる？止まってない。止まってない。止まってない。まあ、あるあるじゃないの。リモートあるあるじゃないよね。考えてたの。あ、考えてた。びっくりした。ごめんごめん。あ、全然全然全然。ちょっと待って、俺それ
人にあざとさを感じたことあるかな、ちょっと待ってね。だからスタッフさんとかどうでない、ああはい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 、なるほどね、うん、これも決めた。あ、じゃあせーので指差しましょう、うん、これでも場所使うのか。言うか名前を。じゃあそうだね、うん、はい、せーの、中島太郎。え？え、こうなんのよ。いや、せーのって言おうって言ったじゃん。そうだよ、分かってやってんじゃん。僕は翔くんって言いましたね。嘘、俺凛太郎。え、俺中島くんって言ったよ。え、綺麗に綺麗に分かれたね。じゃあ一人一人聞きますか、じゃあ内容。凛太郎くんって言った翔くんはどこを？ツンデレなのよ。ほう、言っちゃってください。どういうことね。なんか例えばカメラ向けられましたとか、そのオフショットいいですかとか言われた時に、うん、ねーっていう、絶対ね最初ね、僕いいですよとか言うのに、うん、なんだかんだね、このちゃんと可愛い顔向けるところがね、可愛いなって思っちゃう。あれやってましたね。え、なんだって、なんだ、あれやってましたね、やってましたね、あの人。あれやってたらなと思って、はい、そう、そこまでがなんていうの、セットっていうかさ、まあなるほどなるほどね、やってるんだろうなって思ってたから。確かに。逆に、ね、リンタロウ君は、うん、なんだろう、なんかすごいフランクに初めてましてだと思う、うん、仲良く話してるし、そのなんか言い方がなんか、なんて言うんだろう、少し慣れてるっていうのもあれだけど、うんうん、これね、なんか、うん、そういうなんかちょっと女性のと一緒のなんていうの、楽しませ方とか場の作り方がなんか上手だなって。ありがとうございます。うん、ね、いい意味だよ、いい意味、いい意味なんですよ、ね、いい意味だよ。別に決して評価を下げようとかそういうやましい。逆に上がってるかもしれないこれ。そうなんは、ね、そのなんだろう、現場でもさ、メンズの中だと年上だったからっていうのもあるし、うん、そのすごい居心地のいい空間をほらいただいてたから、なんかお芝居もそうだし、そういうお芝居以外のところでも話をみんなでできてたから、うん、なんかあざといっていう、そのね、自分の見せ方が分かってるんだろうなっていうので、人とのコミュニケーション能力がすごいね、高い、ね、そんなっていうことだよ、うん、そう、慣れてるんじゃなくてね。ああ、そうか、凛太郎は慣れてるって言ったんだから。でも慣れてるんじゃなくて、嬉しい嬉しい、でも慣れてるは嬉しいですけどね、普通に、うんうん、で、僕は翔くんのあざとさポイントは、はい、まあ、基本ニヤニヤしてる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、いや、だから悪口言う時間じゃないよ。あの、笑顔で誰とでも喋れるし、やっぱ人見知りって言ってたやん、自分で、うんうんうん、けど多分人見知りを越すぐらい笑顔で誰とでも喋れる感じがすごいなと思ったのと、うん、あの、誰だったか、スタッフさんのなんか髪だったかな、なんかネイルが変わった時に、やべ、うん、はいはいはい、あれ、ね、ネイル変えましたよね、昨日と違いますよねってポロって言ってたのよ。へえ、そうなんだ。で、ええってなってたんで、全然よくないんじゃない。だからそういう変化も気づけるのはすごいなと思って、うん、確かにね、そう、あ、そうかもしれない、うんうん、そうだね、気づけるかな、気づくかな、だからあざといんじゃないですか、やっぱ。そうだね、じゃあ全員が全員あざといポイントがあるってことですね。そうよ、結構ですね。でも今回はね、男性メインだったからあざとい側じゃなかったんですけど、うん、ね、でもそれが男の子が見た時に、あのドラマめちゃくちゃ面白かっただろうね。確かにね、うん、そうだと思うよ。だから僕らのメンバー、ファンタスティックスのメンバーも他も見てくれてたわけですよ。
お、うん、そうね。で、めちゃくちゃ面白いって言ってました、みんな。マジ？もう、二人とものキャラも大好きだしって、めちゃくちゃ褒めてました、メンバーが。あ、嬉しい、ありがとうございます。いやいや、みんな多分見てる人は楽しんでもらえたんじゃないかなと思いますけど。でね、ちょっとだけ、はい、まだ、最終話の見どころ、言えないですけども、ね、言える範囲で。最終話、俺告白じゃん。そうね。結果だけ言う？バカじゃない。バカじゃないって言ったやん、だって。なんか言えないところまではあると思うけど、結果だけじゃあ言っちゃいます。とりあえずね。おもろくないやん。終わっちゃうのかっていう寂しさもありますけどね、コメントでも書いてくれてますけど、うん、ね、まあ最終的に決めてハルトが踏み出す感じですかね、言ったからね。そうだね、なんかまあいろんな女性と出会い、うん、元カノとも出会い、うん、いろいろあり、結果あかりちゃんが好きだということを。なるほど。で、まあどうなるかだよね。ご飯行ってとか。もう髪型も変わってる。そうね。うん。確かに。気合い入れてたね。衣装もね。うん。なんかデニムの生地のパーカーみたいな。ね、うん。そう。で、あれ着てって、あれを現実でも私は着てるというね。そうなんだ。買い取りました。マジ？なんか一点物らしくて、あれ古着屋さんの。あ、なるほどね、いいじゃん。だからなんかもしよければ買い取らさせていただいてもよろしいですかって言って、まあ OK が出たっていうのもあって買い取って。そうなんだ。そうだったんだ。そうそうそう、そんな裏話が。そうなんですよ。で最後多分台本上だと3人で終わるんですかね、多分会話で。うん、そうそうそう、あそこもちょっと。俺そこ言おう。いや、一緒？一緒か。いや、多分いいよ。そっからもうなかった。え？これ以上のあの話は広げるつもりなかったから、そっからちょっとお願いします。あ、いいの？ごめん、なんか聞いちゃった。はい、もちろんもちろん。ね、書いとったってこと？今、話を。ごめんね。その、最後の台本で書いてあったところからさ、ちょっとだけアドリブがあるじゃない？最後。うん。うん、使われてるかもわからないよ。いやだから使われてたら危ないよ。使われてるかもわかんないけど、うん、でも使われててほしいなって思う。あ、なんかだからそう、本当にね、最後まで見てほしいよね。その、うん、最後の最後まで。そうね、確かに。あ、でも裏なんかメイキング動画とかでは、うん、見ながら笑ってるシーンみたいなの映ってたよ。うん、嘘？そう、え、ってかメイキングってどこで見るの？どこで見るの？見たいんだけど。見えてないんだ、じゃあ。どうやって見るのあれ。なんかストーリーに載ってるのは見つけたんだけどさ。なんか、あざとっての公式 YouTube チャンネルに上がってるはず。見ます。あと Twitter とかにもちょこちょこ上がってる。うん。そうだよね、そうだよね。なんかでも、なんか、全部、見たいなってずっと思ってた。YouTube に、うん、アドリブで言うとさ、うん、ハルト君今日話って何っていうさ、あ、アドリブだったね。あれさ、一言ぐらいで終わってたけど、現場では結構やったよね。ちょっとな、長かったよね、あれね、あそこね。5テイクやったよ、だって。5テイクやって結構長い小芝居までしてたからね、3人で。うん、そう。そうなんだよな。あれ楽しかったな。うん。あれ楽しかった、すごい。まあ、っていう質問的には、あ、あともう一個あったわ。何？で、エピローグがついてて。あ、そうだね。テラサ限定で、そのエピローグは、テラサ入ってた方が見れるんですけども、そう、ゆうたろうの恋愛事情、やめる？ゆうたろうの恋愛事情でございます。いやー、これは初めてね、ゆうたろう心動かされたところがね。
だから2人は全く知らないんじゃない、その。そうなのよ、見てないの。からかってるシーンしか撮ってないからさ。確かに。だからちょっとね、ぜひ今日最終話見て、エピローグの方にも皆さん見ていただいたら、うん、3人ともね、出てますし、結構3人の会話もありますから。そうだね。後日談だからね。うん。あ、でもね、連ドラの放送終了後から配信開始される。あ、そうじゃん。だからすぐ見れるんですね。っていうまでです。テレサ、テラサ、テラサ、テラサだ。テレサお化けだね、ごめん。うん、お化けになっちゃうね。テラサ、テラサ。白いお化けになっちゃう。あ、お化けになっちゃってるわ。お化けになっちゃってるわ、じゃないのよ。じゃないのよ。で、この後、あの、ね、ありますけども、10時半、ん？ 10 時半からは、芦田さんがツイッターで、そうね。なんだ、食べるやつがある。あの、なんだっけ。あの、チャット見て。なんていうんだっけ。ね。前も終わった後見てたんですけど、僕も。やってたやつだ。がっつり裏話聞けますよね、あっこ。うんうん。どっから書いたのかとか、この言葉は入れたかったみたいな。なんか、スタジオにいるお三方に突っ込んでほしいから、このやり方してますみたいなこともおっしゃって。確かになと思って。スペース。あ、スペースだ。皆さん、そちらの方、そちらの方も、10時半から。ぜひとも。形式上はここまでです、MC。あら、こっからは、はい、それもちょっと言わないでください。あ、すいません。ただ自由に皆さんの質問とかにも答えていこうかなと。でコメント読みますか。コメント読もう。答えて。これすごい。どっか雷鳴ってんの。ね、雷やばくないっていう あれがすごい来てるよ。ね。雷鳴ってんの。なんか来てますかね。ピアノの椅子に座ってるって言われてる。え、そうなの。ピアノの椅子。そうなの、今ピアノの前でやってる。え、ピアノ弾けんの。ピアノ2歳ぐらいからずっとやってて。ピアノ流れたらいい、うん、そうだよ、もう終わっちゃうよ。やっちゃってるわ、うん、てか、りんたろくんのね、ギターもあの動画見て、あのインスタの、え、めっちゃくちゃ弾けてるやん。ね、そう、弾けんのよ、りんたろも。びっくりした。どうも、ありがとうございます。あの、現場でもね、言ってたのよね、好きなアーティスト誰みたいな。うん、だから最初の方の会話じゃない、まだ慣れてない時、1日目だよ。そうだね。あの、そわそわしてる時だね。クランクイーンの時、うん、しかもね、翔くんとまだ会ってない時なんだよ。そう、あの、あ、そうなんだ、そこで喋ってたんだ。あれ、あのカフェの2話、あかりちゃんが会ったシーンが最初だった。初めて会うシーンで、りんたろうくんがあんま喋らない人なのかなと思ってから質問攻めしてて。そうだ、ゴン攻めだよ、うん、言い過ぎやろ。ゴン攻め僕じゃない。鈴木さんがね。いや、みんなよ。まあね。うん。こう、なんか。いろんな人が、りんたろーくんにもう質問して。そう。いっぱい話したね、あの時に。話した。だって、あの後、中空きあったもんね。あったあった。で、次に入る。うん、あって、あの、部屋のとこ行ったら翔くんがいた、一人で。そうだそうだ、そうだよ、すごい早く着いたの。あ、そうだったんだ。全然前の現場終わってないけど着いちゃったんだよ。さすが、すごいところっす。なんか質問、コメント読んでくれるんちゃうのかって怒られてるよ。あ、ごめんなさい、ピアノ弾いちゃったわ。うん、うんじゃなくて。ごめんごめん。
ごめん。質問読んでよ。ごめんね。ごめんなあ、印象的。何ですか？誰だったんだ？何だって？何、みんな聞いてるよ、今。みんながみんな聞いてるよ。だスクショタイムって言われてる。じゃあスクショタイムだけします。はい、何がいいんだろう、何がいいんだろう。あ、うん、あ、いや、じゃあ やりますか。うわ、やりますか。じゃあ何やるの。あざとくてポーズな、どんなあれだっか、あれだ。じゃあ5秒間ね、5秒間。いや、指忘れてた。あ、これ立ってる。多分。はい、おしまい。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、続きまして、あれ、もう30までだっけ。30ぐらいまで、あと2分3分ぐらい。あと2、3分。結構でも裏話はほぼほぼ何かな。あ、そうだ、一個言いたい。お、どうしたん。なんかそれこそメンズってめちゃくちゃ多かったじゃない。うん、ほとんどみんな噛んでないんですよ。うわ、で、は、なんだろう、あの結構ギュって取ったもんだから、うん、なんかやばい、みんな精神がぶっ壊れるぐらい、なんか台本持って確認して読み合わせしてみたいな状態、噛まないし、4時間ぐらい巻くし、うん、ご飯美味しい、なんか苦じゃない撮影で、でしかも、うん、中島くんが一番噛まないの。いや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 、それがね、すごかった。え、急に最後嬉しいな。なんかだって、いや今思ったの、だから今なんか NG、 なんかコメントであって NG 良かったのみたいな、うん、今考えてて、俺と西垣ちゃんはよく、なんだろう、甘がんとか。甘がんでたね。甘がんでたよ。ああ。中島君って説明台詞もあって、めちゃくちゃ大変だし、長いのあったね。芝居をそんなやったことがないって聞いてたから。うん、初めてだったね、しっかりは。難しいんだろうなと思ってたんだけど、全然噛まないの。ええ、嬉しいな。だから。どこまでで切るんだろうって分かってなかったじゃん。うんうん。うん、まあ1ページぐらい行って止めて2ページ行って3ページかなと思ったら3ページぐらいまで一気に行ったとかはあったから。あった。あ、そう、ね、楽しい中でも緊張感はありましたよね。あったね。けど多分ね、仲良くなったからだと思う、すぐ。それはでかいな。多分バレてないんだけど、ハルトが座ってる横にすぐソファーがあったじゃない。ソファーじゃない、クッション。あの人、うん、みんなの台本。そうだね。ハルトギリギリまで見るんだから。そう、もうダメ、やばいやばい。みんなで見て、最後ずっと見てんの。でも、いや本当に。うん。いや、楽しい撮影でしたね、本当に。楽しかったよ、すごい。スタッフさんの優しさ含め。うん。スタッフさんがまずちょっと面白かったですよね、お皆さんが。ね。ごめん、笑っちゃったわみたいなことも。うん、えってくれて。いやー、もうね、もうラストなんで、ちょっと悲しいですが。はい。いや、本当に。というか、皆さん、ぜひ見てください。何とぞ。もう一回、この、あざとくての方、お願いします。すっごい、すっごい、多分大事なこと言ってんだろうけどさ。最後の最後に、ラグかった。全然一番大事だったね、今。うん、うん、いいよ。いいよくないのよ。いいよ。よくないのよね。なんか、このキャストで役に立ったので、うん、またやりたいねっていう。まあ、ね。またやりたい。それは確かに。ちょっといいとこ見せたいな、俺は。そうだね。それだけいいとこ。一回でいいから。いや、そのままでいいんだよ、エイジは。ということで、
ライブで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最終回あざとくて何が悪いのぜひ見てください。皆さん見てください。お願いします。お願いします。またご飯行きましょう。行きましょう。まだ行けてない、ね、行けてないから。行きましょう、ね、絶対ね。そう、皆さんありがとうございました。じゃあ切るね。僕が切りますよ。これ自動で切れるの、ね、切ったら勝手に切るやつ多分。うん、うん、残ることはないと思う。 OK、 残ったら勝手にやった。うん、あの共通の友達消えた時の気まずい LINE 電話ってそんな感じだよね。はい、切っていいです。もう切ってないバイバイまたありがとうございました。じゃあ